ヨハンデメイ、ヨハネス、ヨハン・アブラハム・デメイ、ヨハンネス・エイブラハム・デメイ、1953年11月23日体は、オランダの作曲家、指揮者、トロンボーン奏者、ヨハンデイコール・メイなどとも表記される。に生まれ、ハーク王立音楽院で吹奏楽式とトロンボーンを学ぶ。卒業後、オランダ軍軍楽隊のトランペット及びトロンボーン奏者、 アムステルダム・ウィンド・オーケストラのロンボーン及びユーフォニアム奏者、アムステルダム・トロンボーン・カルテット奏者として活動する、傍ら、音楽のジャンルとはない編曲活動を行う。デメイの最初の本格的な吹奏楽作品である、公共曲第一番、指輪物語で1989年に、サドラー国際吹奏楽作曲賞を受賞し、吹奏楽作曲家としてデビュー。その後、 吹奏楽編成の作曲活動を中心に、編曲家としても多くの作品を世に送り出している。指揮者としても、世界的な活躍を見せており、ニューヨークウィンドシンフォーニーと九州管楽合奏団の主席客演指揮者や、シモンボリバル青少年公共吹奏楽団の定期客演指揮者務める。日本では主に吹奏楽編成の楽曲が知られているが、その他にも、 管弦楽曲なども手掛けており、また、クラシック音楽やミュージカルなどの名曲からの編曲作品も多い。吹奏楽の分野では、日本国内においてその名が知られるようになった1990年代以降、フィリップ・スパークやヤンバンデル・イコール・ローストラと共に安定した人気を誇るヨーロッパの作家の一人である。また、詩術の主要作品にあるように、複数の編成の作品に、 同じタイトルの作品があるものが存在するが、これはどちらかの編成で作曲した後、作曲者自身の手によって、もう一方の編成用に編んだためであり、同様の手法は常日のスパークラ他のヨーロッパの作曲家にも見られる。公共曲第1番、指輪物語の還元楽編成は、デイコール名監修、ヘンクデフリーヘル編曲。ここに挙げる楽曲は、公共曲ということで、 その編成の規模の大きさ、楽曲の難易度の高さ、演奏時間の長さ等々の理由から、日本国内においては、全楽章を演奏会で取り上げる例は多いとは言い難い。ただし、アマチュア団体が演奏会やコンクール等で一部の楽章を取り上げる、各楽章からの抜粋含む例は存在する。また、そうした声を反映して、などの手による、 難易度を下げたハイライト版の編曲譜、デイコール名本人によるものではないも存在する。編曲譜には、ポール・ラベンダー編曲による、公共曲第1番、指輪物語は水版などのように、演奏上の難易度を考慮して一部楽章に、原曲とは異なる調整によって編曲されたものも、あるは注意を要する。公共曲第1番、指輪物語、ザ・ロード・オブ・ザ・リングスは、 イギリスの作家 J.R.R. トールキンのファンタジー作品、指輪物語に着想を得た旅の仲間がモチーフの互角小構成の吹奏楽編成の公共曲である。1988年作曲。演奏時間はおよそ40分。1989年にヨーロッパの作曲家による作品としては初となるサドラー国際総楽作曲コンペティション。 サドラー賞と略称されるデイ等を獲得している。人気や評価の高いオーケストラ作品では、一つの作品に対して様々な指揮者、オーケストラによる CD がリリースされるが、それと同様に、世界の主要な吹奏楽団による演奏の CD がリリースされている。また、曲は吹奏楽がオリジナルの編成であるが、2001年には、ヘンクでフリーヘル、ハンクでブリージャーによって、 還元楽編成への編曲がなされ、デイコール名が監修、ロンドン公共楽団の演奏による CD が発売された。公共曲第2番ビッグアップルニューヨークシンフォニーはアメリカ合衆国の都市ニューヨークの光景を描いた2楽章構成の吹奏楽編成の公共曲である。一楽章と二楽章の間にタイムズスクエアカデンツァというつなぎの部分があるが、 これがこの楽曲の特徴の一つとも言える。これには作曲者でイコール名自身がニューヨークの街中で録音したという喧騒が効果音として用いられるフルスコアに CD でついている。楽曲は全体で30分を超える演奏時間であるが特に高音金管楽器群は早いパッセージの連続したハイトーンを要求されるなど超絶技巧に近い演奏技術と 吹きこなせるだけの体力を求められる南極、大極であると言える。この曲も、公共曲第1番、指輪物語と同様、還元楽版への編曲がなされ、デイコール名本人による CD が発売されている。公共曲第3番、プラネットアースは、惑星地球をテーマに描いた、三角小構成の還元楽編成の公共曲である。この公共曲は、 全2作とは異なり、還元楽のための楽曲として作られた。SE、効果音が多く用いられ、壮大な楽曲に仕上がっている。第1楽章及び第3楽章には女性合唱も加わる。演奏時間は約50分。北オランダ還元楽団のアーティスティックマネージャーの移植により作曲され、2006年3月2日にオランダロッテルダムにおいて、 同楽団の演奏により世界初演。水奏楽版は2007年6月8日に大阪市音楽団の第94回定期演奏会にて作曲者でコール名自身の指揮によって日本初演された。水奏楽版は2006年のコルチャーの国際水奏楽作曲コンクールで任意を獲得している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。